で、まあ、5歳から柔道を始めて、そして、30歳まで本当に柔道一筋で、突き進んだ部分があり、まあ、改めてこう次の人生に歩む中でですね、社会勉強というのはほとんど私自身やってない身でありましたので、ここはやはり海外等に行ってですね、いろんなものを学んで、もう一回り自分自身を成長させた上で、まあ、あの次のステージに進みたいという思いがありまして、まあ、海外留学を2年間出させてもらったんですが、一番感じたのは己の無知さというか、まあ、これ決して悲観的な言葉ではなく、まあ、世界には多くの宝が眠っているし、またあの私自身が知らないことがたくさんあって、一人間としてはまだまだなんだなというところを改めて感じさせられる、そういう留学の時間でありましたので、やはり人間学び続けることというものの重要性というものを非常に感じた部分がありましたので、そこは今指導者としてもですね、非常に役立っていることではないかなとは思っております。まあ、指導者というか、この立場になって、やはり自分自身がこうだったから、過去にこうだったからというものが全て当てはまらないというかですね、まあ、もちろん自分自身が経験したことが非常に役立っていることがあるんですけど、されどそれだけでは指導の世界というものは生きていけないなと。指導者になってた頃というものはですね、暑さだけで、知識もなく暑さだけで選手と対応したり、またなんていうのかな、もちろん指導する中で焦りだとか、そういうものはあったんですけど、されど自分自身がまずやはり学び続けること、自分自身が高みを常に志すことっていうものが非常に大事であるということをですね、今なおですね、非常に感じながら今この現場で戦わさせてもらっているというところがあります。結果的に前回級ともメダルを獲得する形となって、まあ、これは東京オリンピック以来と、まあ、そういう中では非常にこう選手たちがですね、歴史的快挙というものを成し遂げてくれたのではないかなということに関して非常に誇りに思っています。まあ、選手たちは本当に自分自身のために戦い、またサポートしてくれた方たちのために戦って、またそれを取り巻くサポートスタッフ、またコーチのみんなが本当にこの日本柔道というもの、また選手たちというものをですね、に対して真摯に、そして熱く接した、その結果がこのような形になったのではないかなとは思っています。そうですね、私にとっては全試合、35試合ですけど、全試合とも目に焼き付いている部分がありますし、まあ、負けた試合は5試合、そして勝った試合が30試合あるんですけど、まあ、1本で、勝つ試合もあれば、また指導や、また有効や技で勝つ試合もあるんですけど、すべてが今、説明しろと言われれば全部説明できるぐらい、まあ、私の心の中にまた目に焼き付いている試合ばっかりだったのではないかなというふうには思っております。はい、正直なところ私はもっと金というものを取れてたのではないかなとは思っています。はい、まあ、勝てた選手に対しても非常に頑張ったなというふうな敬意を持っているとともにですね、まあ、負けた選手を金メダル取らせてあげれなかったという悔しさというか、そういうものも正直持っているところはあります。そうですね、まあ、私自身やはり柔道というものを心から愛している人間の一人としてですね、これから先というもの、これは、まあ、今回のオリンピックというのはまた新たなスタートに過ぎないのではないかなというふうに思っています。まあ、周りでは復活だとか、いろんな言葉が飛び交っている部分があるんですけど、私自身が思っていることはこれはスタートに過ぎないと。登るのは非常に時間はかかるでしょうけど、落ちるのは一瞬ですから、ですから常に我々は今以上のですね、進化を遂げていけるように、また協力し合いながら東京に臨むこと、これが非常に重要ではないかなと思います。人生においてこれほど生きがいを感じながら、そして、目標に向かって頑張れる時っていうものはないんじゃないかなと思います。ですので狙える選手たちっていうものはとことんまで狙ってもらいたいなと。まあ、私自身も本当にどのような形で携わっているかっていうのは分かりません。それと
まあ、私ができる範囲のことにおいてはですね、全力で、このビッグイベントにですね、まあ、片足でも両足でも突っ込んでおきたいなというふうに思ってはおりますので、はい、そのような形で夢を追いかけたいと思います。